原監督から LINE が届いてて、え、何だろうと思ってパッとこう見ると、来年力を貸してくれないかって言われて、うん、何と思って、当時高橋由伸監督だったので、由伸監督が1週間ぐらい前に新聞で続投って出てたんですよ。いや、由伸監督続投で何の力を貸すんだろうっていう、まずそこをどういうことですかっていうことを返して、いや、来年コーチとして、あ、コーチなんだ、あ、由伸監督のコーチ陣を原監督も手伝ってるのかなって初め思ったんですよ。もう俺の中で新聞見て続投だっていうのになってたから、でこうやってるうちに、監督は 原さんがやられるんですかって、そうなるだろう、と思って俺、どこにもマスコミにも出てない、出てない、